はい、どうもエテポンゲです。免許のね更新に行ってまいりました。これがね、5年前の、24歳の時に更新したやつ、24歳の、エテポンゲです。はい24の俺、ちょっとなんかさ、ここら辺のなんかこのちょっと汚いよね。やっぱり5年も免許証さ財布の中にずっと入れてたから、このここのラインでさ、これちょっと汚れがすごくついてて、写真の部分ちょっとなんか変な毛とかついちゃって、なんか鼻毛みたいになってるんだが、もうけどこの写真しかないからさ、もう免許証、返してね、新しい免許証を、取ってきたんで、まあ軽くね、成長、エテポンゲ5年間の成長、24でこれで今29になってね、どう大人になったのかね、どうおっさんになっていくかっていうの、本当はもうもっとね20歳の時、19か19、20の時のね免許証も本当取っとけばよかったけど、その時ねパソコン持ってなかったから保存する術もなく、はい、ちょっとないんでね、これが、最初の免許証というかね、まあちょっと見ようかね。今日ちょっと動画短いけど、こっからね、5年後のエテポンゲがこちらです。こうなりました。あんま変わってないと思うんだけど、ちょっと変っていうか、ちょっと今回は髪の毛持ち上げて、意識高い系の、イメージでね、写真撮りに行きました。はい、ちょっと生え際が気になるところですが、これ絶対ハゲてるわけじゃないんで、これ決してここハゲてるわけじゃないんで、こうやって持ち上げることによって、いつもの分け目の部分がこうちょっとあらわになってる、ハゲてるわけじゃないんでね、決してね、ただこうやってこの髪型でさ、本当はもっとオールバックにしてね、行きたかったんだけど、本当テカるタイプの、テカテカになるタイプのオールバックにしていこうと思ったんだけど、まあそんなさ、テカるアイテム持ってなかったからさ、シャラシもうワックスでさ、むちゃくちゃ持ち上げて完成したのがこれ。まああんま変わってないよね、正直。もう一回ちょっと前のやつ、どれだ、これか。あ、けど若干やっぱおっさんになったのかな。いや変わってねえな、多分あんま変わってないですね。いや変わったな、ちょっと並べてみないと分かんないわ。ちょっと編集でちょっと並べとくわ、なんか2つ写真どうにかしてスクショ撮ってなんかペイントで並べとくわ。はい、まあまあってな感じで、免許証の更新に行ってまいりました。ちょ、鼻曲がってんだよね、エテポンゲってね。ちょっと鼻がね、
これ隠してたんだけど、ちょっと鼻が曲がってんだよね、あの実は、うん、ちょっとモザイク入れてこうかな、恥ずいし。鼻曲がってる、若干鼻がまっすぐなってないんだよね。整形します。